羽生結弦が復興への思いを込めたプログラム、感謝と希望を胸に、ご視聴ありがとうございます。早速、今日も羽生選手のファンへ情報をご提供させていただきます。2011年3月11日に発生した東日本大震災後、羽生結弦は国際大会の記者会見で、海外メディアから震災についての質問をよく受けていた。金メダルを獲得した14年のソチ五輪の会見ではこう話した。僕自身から震災や津波に関して口を開くのはすごく難しいと思っています。五輪で金メダルは取りましたが、復興の直接的な手助けになるわけではないので、何もできないんだなという無力感も感じています。震災後にスケートができなくて、本当にやめようと考えました。生活するのに精一杯でギリギリの状態でしたから。だから、確かなことは、本当に多くの方々に支えられてこの場に立てたことだと思います。自分が滑っていたスケートリンクに寄付をしてくれた荒川静香さん、ホームリンク復活のためにチャリティーイベントを企画してくれた橋大輔さん、小塚貴彦さんらのトップスケーターの方々、宮城県をはじめ、東北の被災地支援をしてくださったたくさんの方々にも、感謝の気持ちを持たなければいけません。表彰台に上がった時に、日本や世界の応援してくれた何千、何万という人たちの気持ちを背負ってここに立っていると思ってすごく嬉しかったし、恩返しができたのではないかなとも思いました。金メダリストとして、震災復興のためにできることを模索していた羽生。この大会のエキシビションには、ホワイトレジェンド、チャイコフスキー作、白鳥の湖よりを選んだ。それは、2010から11シーズンのショートプログラム、SP、であり、震災後初めてのアイスショーで使った曲だった。羽生は演技に復興へのメッセージを込め、被災した自身が過ごした街が立ち上がる姿を想像して演じた。ホワイトレジェンドを、ソチでやるかどうか悩んでいたが、金メダルを取れたので、ここで演じたいと思いました。この曲で何かが変わるとは思わないけど、僕自身はこの金メダルからスタートしたいと思うので、間接的にでも被災地のことを思い出すきっかけになってくれたらいい。震災は衝撃的な体験だった。経験し不安にさらされたからこそ、羽生はそれを言葉で表現することはできないと考えた。ただ、五輪の金メダリストになり、一歩踏み出さそうと思えたのだろう。その羽生が再び、東日本大震災への思いを演技で表現することを考えたのは、2014から15シーズン後だった。松尾康信氏が作曲した東日本大震災鎮魂歌 3.11 との出会いがあったからだ。一度聴いただけでこの曲で滑りたいと思った。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。